ハエ、なんだ、なんだっけこいつの名前、ハエビトじゃなくて、いやこれはもう無理だよな、これはもう。こうだろう、正直俺が一番愛がなかったモンスターたちだ。だけど今回のこのモンスター討伐、いやなんだろうな、怪獣作戦、もし結果が出たらお前らももしかしたらまぐわれるかもしれぬぞ。あー霜降りやったらよかったんだよな。行くわ、これ一回目、あの調整ね。多分なんかさっきからポンポンポンって押しちゃうとなんかランク低いやつしか出てこないから、この針の穴に糸を通すかのごとくイメージする。そう、ランク SS が出てくるイメージ、ここだ。よし出たわ。ロマン、どっちが6かで考えたら俺はエビルプリストだわ。でもヘルバトラーってまあ正直ロマンあるんだよな。こいつだってほんと強いんだぜこいつ。いやでもエビルプリストだな、ちょっと行ってみるわ。うん、よし、じゃあ前向きに考えよう。捕まるよ、大丈夫、捕まる、みんなにね捕まるとこ見せてあげる。行くわ、何体か死んじゃうかもしんないけど信じて、できるよ、みんなもできる、俺もできる。やっべ、 2%? ああお前は死んじゃった。いや生きてんのか。2回攻撃の事後でいい。ああ輝く息、うわミスった、うーく、ふくよかなるものよ、すまないドラゴンヘビー。待って、そういうことか。あでもでもでもこれでいける、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 いくか。じゃあとりあえずまたもうこれでもかなりきつい戦いだなこれ。 2% か、 2% か、いや 2.5 か、どうだ、うわっ、もちろんお前は、いやマジかよ、こいつの名前は非常にもう紫色でチアノーゼっていう状態、血圧はすごい低いんですよ。これはなぜかって言ったらば、まあ魔族の呪い魔病なんですね、魔病素。まあ魔病草地獄魔、お前の名前は魔病草地獄魔を名乗れ、お前の名前地獄魔、いきましょう。いやめちゃくちゃかっこいいやないか。いやよかった、捕まえちゃったぜ、しゃあこれでしかも武器ももらえんだぜ。行こうぜみんな、乱数調整来い、雷鳴の剣なりなんなり、グリーンガムの鞭、何？死神殺し？うわ、やば。黒曜の倍。よし！しかし、ファットメン、お前の死は本当に意味があった。そして、
デスプラントすごい怖かったと思うマジで。めちゃめちゃ俺死ぬんだ、今さウェルフィンみたいに髪の毛が真っ白になってたと思う、あの時もう死ぬ死ぬ死ぬ小麦死ぬみたいななってたと思うんだよ。塩塩だと思う。ゆっくり休め。どこだっけ、ここでゆっくり休め。